どうも、こんばんは。ピヌさんです。オープンカントリーやっていきます。よろしくお願いします。まあ、今日ぐらいからは、もうほぼ散歩みたいな感じになってくるんですが、ですね、メローヒルズですね。まあ、最低、このイーグルアイズとウエスタンクリアリングの周辺は見てきますけど、まあ、とりあえずグリーン夫婦サンクチュアリの、まあ、ここに、このハテナ関係ないと思うんですが、まあ、この本当にね、グリーン夫婦の敷地内と、まあ、川沿いかな。あとは、この山はちょっと気になるかな。まあ、そこちらっと見て、まあ、多分ないと思うんですけど、アウトクロップに行って、まあ、イーグルアイズ、ウエスタンクリアリング周辺。まあ、可能であればこの球団のあたりで1個見つけられれば嬉しいかなっていうのと、まあこのハテナは解放されないハテナだと思いますが、まあこの辺をちょっと見れたらいいかな。あとグリーンエンドポンドでここですね、この緑のこの山に囲まれた部分が怪しいと思ったんで、まあそんな感じでございます。メローヒルズ5ね、10行きたいけどね、見つかんないでしょうね。はい、それでは頑張ってやっていきます。よろしくお願いします。おー、見つけた。産卵物資開始から40分。これは岩の上かな、可能性としては。マーカー打って規制マーカー打っておこう。岩の上っぽいな。ちょっと映りましたね。岩の上ですね。岩の上か、岩の中じゃないか、これ。もしかして。ちょっと待って、ちょっと待って。取れるか？一瞬出てんな。ちょっとインタラクトした。岩の中ですね。よし、解いたー。オッケー。マーカーを消しますが。こちらですね。どこって言ったらいいんでしょうか。ハーフムーン小屋とハーフムーンレイクのちょうど南ですかね。はい、1個ありました。6個目。ようやく捜索開始40分かけて、ようやく1つゲットでございます。あとはね、旧クレーター小屋のこの辺にハテナがあったから見に行くのと、グリーンエンドポンドのこの辺りにあったら嬉しいなぁですね。いやいやいや、ありましたね、砂漠地帯。さあ、ありそうポイント来ましたが、まあテクスチャーの貼り忘れがあるぐらいですね。ないですね、ここは。となると、どうしようなぁ。イーグルアイズ、ウエスタンクリアリング見て終わりか、今日。もう一回、ちょっと中、探しながら、戻ってか。大変だ。はい、ウエスタンクリアリングの近くに来ました。まあ鹿がいますけど、なんもないね。なかなかないね。まあこっからこうちょっとぐっと上に上がっていきますか。北東の方にね。まあ、外周を回るようなイメージで、行って戻りますか、今日は。鹿ですね。鹿です。あ、もう行ったね。
道が走ってるか。お、危ない。ああ骨折とかしちゃうからさ、ついうっかりさ。道というわけではないか、砂か。ねえ、日差しはね、あんなに爽やかなんですけどね。お、木が浮いております。っていうと、この辺にはないな。うおー、熊だ。ふぅ。いやー、しかしこれはもうねえな。ねえと思いますよ、私は。いやー、まあ、オアシスキャニオンとかは、本当は近くにあんだろうけど、見つからんすよ。はい、見つかりませんでしたので、作戦会議ですね。いや、まあ、一通り見ては回ったかな、メローヒルズはこれで、あ、まだあれか。農場残ってるか。農場とケルシー洞窟以外は、見たと言ってもいいでしょう。とりあえず。ただ、クロークソングボムはありそうなんだよね。ここのあれかな、小さい浮島というか、こういうところかな。こっちからこっちはね、見た記憶があるんだけど、空いてるとしたらここですね。この小さいエリアですね。まあ多分ないかなとも思うんですが。これ滝の洞窟の中にとかね、落ちてたらいいんだけどね。はい、そういうことを考えたら、まあ次回はタムナスかな。タムナス行って、バートン洞窟周辺をまずちょっと見てか。あとは、スポットが多い割に見つかってないこの辺りとか。でしょうね。はい。ということで、今日も発見は1でした。現在、54、プラス未回収が2、3個です。頑張ってやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。